プレストン・マイケル・タッカーは、アメリカ合衆国フロリダ州タンパ出身の、プロ野球選手。左投げ左打。クボノキア・タイガース所属。実定は同じくプロ野球選手のカイル・タッカー。2011年の MLB ドラフト16巡目で、コロラドロッキーズから指名されたが、この時は入団しなかった。2012年の MLB ドラフト7巡目で、ヒューストン・アストロズから指名され、 プロ入り。契約後、参加の A マイナスキュートリシティバレーキャッツでプロデビューし、42試合に出場して打率、321、8本塁打、38打点、1盗塁を記録した。2013年は、A 級ランカスタージェットホークスと AA 級コーパスクリスティフックスでプレーし、2球団合計で135試合に出場して打率、十七二十五本塁打、 103打点、3盗塁を記録した。2014年は、A 級、コーパスクリスキィとトリプル A 級、オクラホマシティレッドホークスでプレーし、2球団合計で138試合に出場して、打率28、282、24本塁が、94打点、5盗塁を記録した。2015年は、トリプル A 級フレズのグリーズリーズで開幕を迎え、5月7日に、 メジャー契約を結んでアクティロースター入りした。同日のロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム戦でメジャーデビュー。21日のデトロイト・タイガース戦ではメジャー初本塁打を放った。以後、左翼種のレギュラー格として起用され、最終的には98試合に出場。打率は243と低かったが19二塁打、13本塁打を放った。 2016年は48試合の出場に減少し、打率は164と低かったものの4本類打、8打点だった。2017年はメジャー出場はなく1年間トリプル A 級フレズノでプレーした。オフの12月15日にヘクターロンドンとのメジャー契約に伴いディエフェとなった。2017年12月20日に後日発表選手とのトレードで アトランタ・ブレーブスへ移籍した。2018年7月31日に、アダム・デュバルトのトレードで、マット・ウィスラー、ルーカス・シムズと共にシンシナティレッツへ移籍した。2018年9月2日に、金銭トレードで、ブレーブスへ移籍した。オフの10月31日に40人枠外となり、11月2日に、FA となった。2019年2月23日に、 シカゴホワイトソックスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2019年5月17日、不審により退団したジェレミー・ヘーゼル・ベーカーの代役として、韓国プロ野球のキア・タイガースと正式契約を結んだことが発表された。登録名は特攻。2019年、2020年ともに主力選手として活躍し、 2021年も再契約する。ありがとうございます。